埼玉地方裁判所です。例の裁判があるから来たんです。入り口はあっちかな。裁判所の敷地内で撮るとね、あれこれ言われちゃうんで、今敷地外から撮ってます。あそこですね、裁判所。もうすぐちょうどギリギリですね。で、あれ傍聴券が配られてるんですね。で、ちょっと埼玉暑い。もう9月18日なのにね、もう30何度とかなんで、むちゃくちゃ暑いですよ。それで、今日も傍聴券配布情報が出てたっていうことは、解放同盟の方々が、大量動員されてね、で裁判所の前でも並んでるわけです。根本的にやっぱし日本の裁判所がおかしいと思うのはそういうところなんですよね。そういう傍聴妨害みたいなことができてしまうと。だったらね、もう最初からオンラインで見れるようにするとかすれば、そういう傍聴制限とかかけなくていいんで、そういう制限かけないといけない方法でやってるっていうのがそもそもおかしい。あそこですね、裁判所は。久しぶりに来て、ちょっと時間ギリギリだけど、多分間に合う。一応5分前には。で、今日なんですけども、前もお知らせした通り、遅れて書面出してるんですね。しかも結構ふざけないの。ここに来たらね、もうカメラ撮れないんで止めます。で、裁判官ね、遅れてて書面出すことについて、何も注意しないで、で、それでね、で、次回もしれっとね、口頭弁論を開くっていうことにしました。で、解放同盟側の書面なんだけども、はっきり言って、記事の感想文書いてるだけで、実質的な反論ってしてないんですよ。法律上の反論っていうのをしてないんですよね。で、それで、で、僕としてはもう弁論準備手続きではしないのかって聞いたんだけど、それもしないと。もう裁判官一方的に、12月に、まだ口頭弁論しますと。しかもリモートじゃなくて、実地でね。ということなんで、僕としては、異議申し立てするし、アホらしいから、こちらから書面は出さないでおこうかな。一応、書面っていうか、出すとしたら、この裁判、その裁判のやり方がおかしいっていう書面を出そうかと思います。この、結構ね、深刻な問題で、こうやって遠隔地で裁判を起こされて、で、集団でね、こうやって威圧してきて、で、リモートでもやれないっていうことになったら、これ裁判っていうのは裁判じゃなくて、もう嫌がらせとして使えてしまうので、ちょっと本来の裁判の目的を、こうね、その本来の裁判の目的じゃないと思うんですね、やってることが。で、裁判官になんでリモートでできないんだって言ったら、ここでやるのが適切だからって言ってね。いや、今日書面出してね、ただ、証拠を読み上げますって言っただけじゃないですかって、こんなことをそんなわざわざ来てやる必要あるんですかって、リモートでできることでしょって言ったんだけど、裁判官聞く耳持たないですね。ということで異議申し立てをしようと思います。こういう嫌がらせするんだったら、もう本当不出頭っていうのも考えないといけない時期に来てると思います。こんな感じ、こんなに呼んでくるんです。で、警備員が14人ぐらいいるんで、これでまたもう一回ね、リモートやってやらダメなんだって、来ないといけないんだって、またこうやってやるんだって、これどんだけ人使うの、どんだけ税金使うのっていうね。で、僕としては威圧でしかないわけよ。だから僕上記を意識してるから、これについてはやっぱ本当ちょっと裁判のあり方としておかしいから、ちょっと僕だけの問題じゃないなって気がするんで、このやり方についてはこんなことされるんだったら、誰も怖くて解放同盟に逆らわないでしょ。裁判を起こされるだけでこういうことになるわけですから。だからね、どんだけ税金無駄にしてるんだってことですよ、これ。裁判の警備でも人を派遣してくるのに。で、それでも固くないリモートでやりたくないっていう裁判所の態度は合理的じゃないし、おかしいから、これはちょっと最高裁にでも申し立てた方がいいと思います。こんなんですよ。これだって100人以上並んでたって言いますね。で、これ傍聴券当たった人たちでこれですから、実際もっと大勢来てたってことです。